を話してきた。うん、あー、まっすぐだ、後ろ。離れちゃったね、焦っちゃったね。8人ぐらい行くでしょ。先行、大津選手、速いな。73坊主選手。おおおおおおはいね、おお戻ってないよ。ラインもいいよ。坊主選手でこれ決定ですね。64坊主選手でこれ決定です。さあ先行小馬券が飛び出てきた。ほぼ同じ飛びですね。00 00フロントアンダーでリア突っ込みて、どっちにしろ左でも前が関係なくからクラッチした。ラインはいいそら止まんねえな。今のは小馬券は止まれてる。今は決定です。小馬券これ差がないんかな。どっちもドリフトした。戻ってない。大丈夫大丈夫。あの切り返しはどうなるんや。若干前がいいでしょ。64これも早いんだな。ほら速度上げるわよ。押されてる。今のはさ、押され記録が飛びだね。10-0だな。10-0コターン。これ今3200。うん、寄ってきたけど角度で原選手が五分だね。弾かれたけど今は。今踏み出しにしようかな。選手が言う。いいね。もうこれちょっと巻き返し。本当だよ。原選手だね、これ。ラインで原選手だね。うん、いいね。うん、俺のガッチャンが。これ、早いでしょ、マッコン。離してくるな。単走2本だな。これ、ドリフト、これ、ツートじゃない。単走2本。はい、ガチャピン6473ガチャピン。おお、いい感じ。今のよくわかりました。前が2回にしてます。うん、これはいいぞ。おお、ちょっと振り返させてあげなよ。あれ、なんと小馬券すごいあんだ。すごい
今のよりね大変だな。それが早いぞ。今のこっちだけで、かつてもここでちょっと、1コーナーアンダーステアです。両方同じようなんですよね。両方同じようなんだ。さっきと同じね、入れ替え、これ 5.5 コンドカスタム入れ替えで、カスタムがね、戻った。さっき同じ展開、戻ったに加えて何かちっちゃかった。うわ、来た来た、これいいね。それでもボディを大事にするんでこれね。カントライン若干ガチャピンだね。ガチャピン取ってきてるね。これ来たね。これいいね。これは陣内兄だな。終始陣内兄。カスタムは。これ決定だな。陣内兄さんについてくる。うまいね。ほぼ一緒だね。これも同じような寄せ方だね。振りやすいから。いいね。今ね、5.5 よ。